ここは現実である。現実は、陰魔地獄、ではなく、故に、男性が女性を襲う、それは、不可能ではない？しかし、不可能ではないことは、ここは現実である理由なのか。自分が設定した雅市場その他は完全に正しい、その保証はどこにあるのか。自分の視野範囲では問題は見当たらない。状況は緩やかに変化し続けていて、このままうまくいけば、経済的な不景気その他から脱出できそうである、だろうか？働くことができないとき、誰であろうと破綻する。その証明のようなことが起きたとき、何かのロックが外れた？そういう感覚、はあって。冒険家の荻田康永氏の、徒歩による無補給での単独南極点到達という快挙は、そういう状況、に対しての、現実的な打開とその可能性を見せた、わけだが。何かに到達する、その先には、